はい、今回は陸亀たちの性格の違いを見ていきたいと思います。この2匹はどちらも同じロシア陸亀という種類なんですが、個体によって性格が全く違ってきます。奥の子がわらびくん、手前のはしたなく大口開けてる子がよもぎくんです。育ちが伺えますね。今回はこちらの小さな陸亀フードを与えて違いを見てみます。まずはわらびに与えてみると、くちばしの先っぽで器用にフードだけをつまんで食べてくれました。ちゃんと人間の指は食べ物じゃないって見分けてるようですね。続いてよもぎくんの番です。危険な香りがするので、お箸でつまんであげてみます。わらびを前足で追い払って、割れ先にと食べ始めました。そしてこの割り箸ごとかぶりつく大雑把な食べ方。フードがなくなってもお箸までしゃぶりつくありさまです。もし指で与えてたらと思うと恐ろしいですね。こんなに性格は違いますが、食後は一緒にお昼寝して、なんだかんだ仲のいい2匹でした。それではまた次回の動画で。